どうも、知り合いのね、友達に僕のことを、あのおむすびみたいなやつって言われた柴です。どこがおむすびやほんま、ということで、ちょっと今日は腹いせに俵おむすび弁当を食べたいと思います。あのおむすびをね、バカにした人に僕はね、おむすびの素晴らしさを伝えたい。というより僕ね、このお弁当大好きです。はい、こちら俵おむすび弁当。俵おむすびが 1,2,3,4,5 個入って、シューマイ、鮭、卵焼き、赤ウインナーに、唐揚げにエビフライで、たくあんっていう感じのお弁当です。いや、おむすび美味しいでしょ。しかもこれ保存料、合成着色料不使用らしいです。はい、素晴らしいな。ほんまか、ほんま、そんなものってあるの、コンビニ弁当で。ちょっと待って、まず赤ウインナー、これ着色料じゃないの。ちょっと待って、これpH調整剤とか保存料のうちに入るんじゃない、違うのかな。着色料ってむっちゃ書いてるで、発色剤ってむっちゃ書いてるで、ようわからへん。おにぎりが多分あの使ってないっていうことなんかな。これもうあれですね、ジャロに言わんとダメですね。ということで、いただきます。そんなんどうでもいいんです。じゃあおむすびからね。おむすび言われたし、なんで僕の顔がおむすびなんかな。このご飯粒のようにブツブツやから、何、あ、三角おむすびのこと言ってんのかな。いや、けど三角ちゃう、あ、俵おむすび、そういうことか。結構ひどいやつやな、付き合い方考えよう。うん、うまい、うまい。これね、まあ、いつも思うけどね、絶妙な塩加減なんですよ。絶妙な塩加減にこのね、湿気た海苔、巻いてる海苔がむちゃ合うんですよね。うん、うまい。なんかこれぞちっちゃい頃に遠足とかに行った時に出てくるおむすびって感じの味、運動会とかだから、なんていうの、おかずがしょぼくても全然いけるよ。シューマイいっちゃおう、いいねいいね。たくあんか、たくあんうまい。めっちゃいいやん。なんなん、ほんまに僕いい意味で言われたんかな、おむすびってね。そういうことにしよう。うん、赤ウインナー、決してね、このエビフライも美味しいとは言えるようなエビじゃないと思いますけどね、おむすびと合わさったら神です。タルタルソースが美味しかったどうしよう、唐揚げと鮭どっち置いとく。鮭食べます、鮭食べます。あ、じゃあこれでね、やっぱり唐揚げ食べます。やっぱりラストは鮭ですね。このサイズ感がいい。こう見えても僕ね、昔はおにぎりちゃんと握って持ってきとったんです。もう重くそ強く握ってるからね、むっちゃ食べ応えのあるおにぎりでしたよ。美味しいか美味しくないかはさておいて、重くそ握ってたから。はい、ということで本日のトラック雑談は、あのトラックのね、ミッションのハイとローについて動画を作ってくださいってコメントあったんで作りました。はい、まずハイローって何って言ったらね、ちょっと言っても分かりづらいと思うんですよ。なんやねんって、ハイロー、バイナリーオプションかよみたいな、違う違うみたいな。バイナリーオプションも分からんよね、あんまり。ということで、ちょっと書いてみました。説明できないと思ったんで僕、まあ、UD はハイローやし、椅子とかなんかカメとウサギかなんか、そんなんもあるんですよ。こんな感じ見えるかな、ここ。これがね、一足ロー、一足ハイ、二足ロー、二足ハイ、三足ロー、三足ハイみたいな感じでこう並んでます。はい、並んでます。これどういうことやねんって言ったら、ただ単にギアです。一足、二足、三足、四足、五足、六足みたいなのをこんな感じになってますね。もう説明するのめんどくさいからあれやけど、だから六足ハイが12足で、で五足ハイが10足で、四足ハイが8足だから、まあ普通に運転すれば二足飛ばしになるんですよ。これこれこれ、ここ見える。
これがそうなんですね。ここはバッグ、ね、こういうミッションのこう入れていくやつね、入れていくやつ。ここがバッグで、ここが1足2足3足4足5足6足で、この1足にもうローとハイがあって、ぶっちゃけて言えばこの1で1、2を賄うんですよ。ここにあるように。で2で3、4を賄うみたいな。ただ普通の時は1、2、3、まあ1は使えへんわ。2、3、4、5、6やわ。使うとしたら。だから、4速発進して、で、まあ6速、8速、10速、12速っていう感じで飛ばすんですよね。まあそんぐらい、まあパワーがあるからいけるんですよ。ただ、まあなんていうかな、実際問題、坂道とかですっごい重たいのを積んでて、長い登り坂で、その時にこう登っていったら、例えば、3速ハイで行きました。3速ハイから4速ハイにしました。で5速ハイにしたらこうビーンウィーンってこうタコメーターが鳴るわけじゃないですか。で4速ハイから5速ハイにした時にウィーンって戻った時に、こっから失速していく場合がある。ウィーンまだ、ほんで4速ハイにしたらウィーンウィーンの繰り返しになるんです。この間が欲しい、そういう時に使います。僕は使ってた。だから4速ハイで次5速ローにするんです。ほんならこのウィーンウィーンがこのウィーンウィーンぐらいなんですよ。ちょっと難しいよね。難しいよね。まあそんな使い方です。じゃあぶっちゃけ、ほんならハイローなんかいらんやんけと。いるそれみたいな。普通に全部入れていったらいいやんって。なんでハイローあんのって言ったらね、僕もねちょっと詳しいことはわからないんですけど、僕はね操作性やと思いました。操作性、ハイローがないとミッションってこうなるんですよ。僕考えてみました。ハイローがない場合の配列を。これがハイローがある場合はこっちやけど、ハイローがなければこれバックじゃないですか。1速2速3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、横に何列ある？1、2、3、4、5、6、7、7列のこのミッションを操作できる？どこにあるか分かる？どこやどこや、うっとうしいわってなるんですよ。絶対なります。だからあの廃炉があるんやと思います。大体だってもうここの辺までよね。この辺までしか操作できへんよね。これ以上あったらもうどこに入れたらいいのってちょっと難しいし、横がこう動きすぎるししんどいわ。で限界はこれやね。これ昔の不走のミッションでありましたね。1速2速3え、どうやったっけ、ちょっと分からへんな。これがバックで1,2,3,4,5,6,7 速まであったはず。これちょっとバックの場所が間違えてるかもしれへんけど、7速までありました、昔の不走は。まあそんな感じでございます。はい、ちょっと分かりづらいよね。分かりづらいけど、とりあえず入ろうっていうのはね、もうほんまに真ん中やと思ってください。はい、もう入ろうっていうのはもうまさにこのまんまです。ここです。これのことです。はい、これがこうなってるんですね。分かってくれたかな、僕の説明で。だから普段なんてね、入ろうなんて全くつかまないです。で入ろうの一番のムカつくところは、この廃炉を変えるボタンってね、廃炉を変える場所ってここにあるんですよ。でこれちょっとオートマやからないっすけど、普段はこうやってこうやってこうグリ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 ってやっていくわけですけど、ここで変えるんですよ。これハイやったかな、じゃあこっちがローやったかな、はいみたいな。どっちかちょっと忘れました。もうオートマ歴が長すぎて。これで変えていくんですけど、この時にこれ押しただけじゃ変わらなくて、クラッチを重くそ踏み込まんといけないんですよ。それがめんどくさい。はい、ということで、ちょっと説明不足もありましたが、まあそんな感じでございます。はい、まあけどめったに使わんよ、ハイローなんて。もうどっちかです。ローの2速ローから6速ローまで行く人と、2速ハイから6速ハイまで行く人。僕は重い荷物の時はローギア全部オールローで行ってたね。そういううざい時以外は。でまあ空とか、まあ、なんていうの、普通ぐらいの荷物やったらやっぱりハイのままで行ってました。はい、ということで、まあ多分みんなやり方いろいろあると思うんですけど。
と大まかな感じはこんな感じです。僕ちょっと専門家じゃないんでわからないんです。わからないけど、とりあえず廃炉があるわけは多分ね操作性やと思います。はい、ということで本日のトラック雑談ちょっと面白かったなと思ったらグッドボタンお願いします。ちょっとね廃炉難しい、もうすごいね、ここにはね言葉が上手い人がいっぱいおるからコメントでね詳しく書いてくれることを僕は期待します。ということで本日もありがとうございました。